次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。にぎやかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。今夜もスパイスファクトリー株式会社取締役 CSO の龍郷彩乃さんと、水ジャーナリストの橋本淳二さんがお越しになって、水ビジネスについてお話しするんですよね。先週気づいたけど、長い間会えてなかったことで、すなちゃんの存在がたがえみちゃんの中でほとんど忘れられてるとはな。マスター、マスター、聞いてますか？ん？はいはいはい、聞いてますよ。龍郷さんと橋本さんとで水ビジネスについてお話しするんだよね。なんとかすなちゃんのことを頭の隅っこにでもたがえみちゃんに意識してもおいてもらわないと、僕の楽しみが減ってしまう。なんか心ここにあらずな感じですね、今日は。いやいやいや、そんなことないよ。あ、ほらほら、お二人がお見えになったから準備して。はい、いらっしゃいませ。浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、今週も常連さんにスパイスファクトリー株式会社取締役 CSO 龍郷彩乃さんと、お客様に水ジャーナリストの橋本淳二さんにお越しいただきました。龍郷さん、橋本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。龍郷さんのプロフィールです。ベンチャー企業の広報として活躍後、フリーランスの広報として独立。企業の大きさを問わず、企業イメージの構築からマーケティングまで、一貫した広報戦略コンサルティングを提供されています。2017年には昆虫テック企業ムスカの執行役員として経営参画し、2018年には代表取締役暫定 CEO に就任。2020年に退社され、現在はスパイスファクトリー株式会社取締役 CSO や、株式会社スペースウォーカーの顧問経営企画室 PR サスティナブル推進に就任されています。はい、というわけで龍郷さん、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。龍郷さんはね、スパイスファクトリーという会社と、はい、それからスペースウォーカーという、はい、この2つの会社に関わられているということで、僕なんかから見ると、2つの会社でこれだけ、ね、うん、大事な仕事されてるっていうのは素晴らしいことだと思うんですけど、どうなんですか、やってみるとこういうのってバランス、なんか自分の仕事がサスティナブルじゃなくなるんじゃないかみたいな気はするんですけど確かにちょっとしたてんやわんやに なるのか、いろんなものが重なってしまうと、はい、てんやわんやになる時もありますけれども、まあ基本落ち着いてさせていただいているかなっていう、うん、まあやることの軸は明確なので、はい、サステナビリティって、まあ、本当に幅広いですけれども、まあ、そこが明確なので、基本指針は同じくやらせていただいているっていう感じです。なるほどね、はい、というわけで、ね、本当に持続可能な社会を作るということをずっと、ね、続けられているということで、うん、ぜひ今週もよろしくお願いします。お願いします。続いて橋本さんのプロフィールです。国内外を歩き、水問題やその解決方法をさまざまなメディアで発信している橋本さん。現在武蔵野大学客員教授、東京財団政策研究所未来の水ビジョンプログラム研究主幹、 NPO 法人地域水道支援センター理事などを兼任。主な著書に水辺のアンダー、世界を旅して未来を考えたがあります。はい、というわけで橋本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。橋本さん、先週も水ジャーナリストとして、はい、本当に、まあ、我々知らないような話ばっかり教えていただきまして、とっても勉強になりましたし面白かったんですが、今日もいろいろ水の話を伺っていきたいんですけど、改めてこの6月に、水辺のワンダーという本を橋本さん出されたということで、こちらはどういう本なんですか？水辺のワンダーのワンダーというのは、これレイチェル・カーソンの書いたセンス・オブ・ワンダー、はいはい、あれを尊敬して付けさせてもらったんですけれども、水辺のワンダーはやっぱりこの子どもたちが自然ときちんと向き合っていってほしいなっていう願いがあります、うんうん、レイチェル・カーソンの本は
自然のことを学ぶのに別に虫の名前とか木の名前とか全然いらない、知らなくても全然 OK と、うん、そこをこう感じることがすごく大事なんだよっていうことを書いてある本なんですけども。なるほど。じゃあセンスオブワンダーっていうのはそのセンスだから感じるっていうことですよね、はい、そうですね。でワンダーだからなんか不思議だなみたいな、そういう感じですか。ワオみたいな感じなんですね。はい。でそれが僕は気候変動とかの時代を生きていく上で、うん、もう一回必要なんじゃないか。なるほど。このやっぱり自然とこう乖離して生活している我々のやつっていうのはどうしてもこう自然を敵視しちゃうんですよね。で、あの自然と共生するんだとかっていうふうに言っていても、なんとなくこう自然は自然、私たちは私たち、なんとか克服しなきゃねみたいな発想になるので、やっぱり自然ときちんと向き合っていくことがとても大事だなと思って、まあ世界各地を歩いてこの水を感じる、水辺を感じる達人のような人にたくさん出会って、そういう人たちの話もこの本の中には書きましたね。水辺を感じる達人っていうのは例えばどういう人なんですか。インドに行った時にその子供の頃からこの動物を連れて放牧に出ているような女の人に話を聞いたりして、うん、で5歳くらいで放牧に行くそうなんですよ、うんうん、それであの一緒にヤギとかと羊とかを連れてこう餌を探しながらこう生きていくんですけども、そういう時にやっぱり狼に襲われたりするらしいんですね、うん、で狼に襲われて、とても怖かったと。でもう羊も食われちゃうと、うん、であのその時に怖くなかったのって、日本でその5歳の女の子がこの羊と一緒にあのそんな山に行くなんて考えられないんですけど、はい、みたいな話をしたら、はいはい、怖かったと。でも仕方ないと思うと、人間だけが生きてるわけじゃないからみたいなことをこうすっと言ってくるわけですね。なるほど。なんかあのこの仕方ないみたいなことって、まあ、もちろん日本でも、うん、この最近はイノシシが出てきて畑を荒らすとかって、そうね、あので畑を荒らされた人もやっぱり苦労されて農作物を作ってるからイノシシ憎しになる気持ちはよくよくわかるんですけど、ね、どっちかというと人間界を荒らしやがってみたいな感じになってますもんね。うん、でもそうじゃなくてそこをもうちょっとこう仕方ないみたいな部分もあると、なんか別のこの解決方法があの生まれてくるのかなみたいな、そんなことも感じましたね。そして橋本さんですね、実は8月1日は水の日なんだそうですね。はい、もともと8月って水使用量が多いんですね。まあそうですよね。はい、であの前の東京オリンピック、前の東京オリンピック1964年の東京オリンピック、はい、あの頃こう大渇水が起きていて、東京でも水汲みに行く人がいたり、あそれくらい水が足りなかった、はい、給水車を待っている人が亡くなったりとか、そういうことがあったくらいに渇水があった。それであのその頃って東京って、多摩川の水に頼っていたんですけども、それからダム開発されて荒川や利根川の水も使うようになったんですね、うん、それでもやっぱり8月って水が不足しがちなので水を大事にしましょうねっていう日になってるんですけども、もう一つこれ2014年に水循環基本法っていう法律ができたんですよ、うんうんうん、でそれは水っていうのは国民の共通財産ですっていうことが明記されていたり、これからは水をっていうものは水の循環っていうものをきちんと考えながら使っていきましょうということが定められている法律なんですね。でこの水循環基本法の中に8月1日は水の日ですよっていうことがこう法律に明記されている日なんですね。法律に明記されてるんだ。はい、法律に。へー、知らなかった。浜松町イノベーションカルチャーカフェ。今週はですねこの2人をお迎えして、水ビジネスは世界に何をもたらすのかという先週と同じ話題なんですが、特に今週は水にまつわるビジネスや取り組みが社会へもたらす影響を考えていこうというふうに思っています。で先週でもねすでにね面白いビジネスの話を伺ってるんですが、改めて劉邦さん、あの今持続可能な社会を作るということをテーマに掲げられている中で、水に関わるビジネスとか企業の取り組みとか、あるいはまあ自治体の活動でもいいんですけど、何かこの辺ちょっと面白いですよみたいな注目されているものってありますか。私あの自治体なんですけど、滋賀県さんの琵琶湖ってあるんじゃないですか、うん、ありますよ知ってるわみたいな話ですけどその琵琶湖の近くに水田を置かれて
いるんですね、うん、で琵琶湖から、まあ、鯉だとかなんだとかなんだとかっていうあの魚がね、船とかね、があの水田の方にお邪魔して、でそこで卵を産んで、でそこ水田ってすごく管理されてるので、あの卵さんたちに優しいというか、ゆりかごのような優しさを持っていて、うん、で成長した彼ら彼女たちがこうまた琵琶湖に去っていくっていう、このなんかすごい地形を生かしてるというか、だから水を琵琶湖から水を借りながら、そうそう、ちゃんとそこの生命を育む手伝いを水田がするっていう、うんうん、それを滋賀県がやってるんですか。滋賀県がされていて、でしかもなんか琵琶湖でそうやって卵生まれた子たちよりもこう孵化率も含めて水田の方がいいんですって、うん、やってるところあるんですね、そういう取り組みを、ね、橋本さんどうですか今の龍子さんの話は。やっぱりこの琵琶湖ってもともとこの水に対する意識が高いですよね、うん、もともとはこの合成洗剤追放みたいな運動から始まったのかもしれないけれども、やっぱりこの琵琶湖ってあの辺りの水源としても貴重ですよね、うん、あの淀川になってこの大阪京都大阪、うん、あの辺りまで琵琶湖の水を飲んでいるわけですよね、うん、なのでそうかそうか、淀川って琵琶湖から来てる、はい、そうなんですよ、琵琶湖に入ってくる川は100本以上あるんだけれども出口は1本なんです、それが淀川、そうなんです、へえ。なのであの人がみんな琵琶湖の水を飲んでいるということになります。近くに住んでましたみたいな。なるほど。じゃあ龍子さんも琵琶湖の水を飲んで育ったわけです。飲んでましたみたいな感じ。琵琶湖でちょっと一個心配なことがあって、はいはい、琵琶湖って深呼吸しなくなってる、うん、これ深呼吸しないってどういうことかっていうと、温暖化に伴ってこの2018年2019年なんですけれども、水って上の方に酸素があるんですよ、うん、バチャバチャしたりするじゃないですか、はいはいはい、そうするとその上の方にある酸素を含んだ水が下の方まで沈んでいくと下の方にいる生き物に酸素が届く、はいはい、でも温暖化の影響とかで冷たくならないと、冬場になっても冷たくならないと途中まで沈んだところで循環しなくなっちゃうんですね。なるほど。それが2年くらい続いたんですよ。そうすると実は生き物があったかいから上に残っちゃう、はい、そうなんですよね。水って何度の時が一番重いか知ってます？重い、水ジャーナリストの水ジャーナリストの水トリビアが4度なんですよ。で4度の時に一番沈んで、それより冷たくなるとまた浮いちゃうんですね。で4度以下に冷えないとそこまで沈まないんですよね。なるほど、はい、だから気温と実は琵琶湖の底の方にいる生き物たちってすごく関係してますよね。なるほどね。やっぱそういうところにも温暖化の影響出てきてるんですね、はい、逆に橋本さんの方どうですか。もういろんなことご存知だと思うんですけど、特にこの水の取り組み、いやこのビジネスは知っといてほしいなっていうのは何かありますか、はい、マイクロナノバブル装置っていうのがあって、また難しいの来たよマイクロナノバブル装置、はい、なんか最近バブルを使ったシャワーみたいなのよく聞くじゃないですか。はいはい、ありますね。でもですね、この横浜にある安西貫鉄っていう会社が作っている安西貫鉄、はい、マイクロナノバブルっていうですねものはですね、非常にこう気密性が高いんですね、うん、そうすると、普通泡って下から上に上がっていっちゃうんですけども、一定時間下に留まっていることができるんですよ。気密性が高すぎて、はい、そうするとそこで、酸素を供給できるので、そこにこう生き物がこう増えていくということができるんですね。だからこれで何がいいことが起きるかというと、そのヘドロの分解する効果があると。なるほど、はい、水をきれいにすることができるんですね。ヘドロを、まあ、浚渫といってこう取っちゃう、うん、こういう方法で水をきれいにするっていうこともできるんですけれども、うん、この分解者の力を借りることによって、このヘドロを分解させようと。あれ微生物みたいなのがいると分解してくれるってことですよね。はい、そうですね。生物が非常にこう多様に増えていくんですね。なるほど。でこれヘドロって実は温暖化ガスを発してるじゃないですか。あ、そうなんですね。はい、実は CO2 よりも非常に大きな量を出してるんですね。へえ。だから実は水をきれいにすることって地球温暖化を防止することにもつながっていくという。逆に言うと地球温暖化にもしかしたら若干だけど、はい、様々、例えば工業的な理由とかでヘドロが増えてるってことが世界中にあるとすると、結果的に水がきれいになってヘドロもなくなって温暖化問題も低減していく可能性がないわけじゃないと。八景島でこれ実証実験していて、
八景島でその分解が実際に起きていろんな生き物が増えたっていうのはもうすでにデータがあるんですよね。へえ。なのでこれをいろんなところでやっていくといいと。それから田んぼでもこれを入れているところがあって、田んぼで入れたところ稲の収量も上がってるんですよね。へえ。これはあの田んぼも実はこのメタンガスを発生する源になっていて、それはやっぱりそこをこの生物多様性でいろんな生物がいて分解してくれれば温暖化の発生源も消えていくので、そういった併用によって収量を上げるっていうこともできると思うんですね。すごい。それ早くちょっと実装してほしいよね。それあの高知県では非常に大きな生姜ができたりですね、あの今までこうあまりこう品質の良くなかったメロンが高級フルーツに屋さんに卸せるようになったりとか、そういういい例も出てますね。そのメロンが良、はい、くなったのはどう影響してるんですか？これはあのマイクロナノバブルの力によって大きなメロンができるようになっているということですね。それは、まあ、糖度も高くなるんでしょうね、メロンの場合だと。糖度はちょっと分かんないんですけど、うん、でも マイクロナノバブルってあれですよね、そのマイクロナノバブル、マイクロナノバブルが入った水を使うんだ、げるって、はい、水をあげるんだ。それだけ違うんですか？はい、マイクロナノバブルが入った水をあげるだけでメロンが大きくなってます、ね、マジで、はい、すごい。へえ、これかなり期待の技術ですね。そうですね。リュゴスさんどうですか今の。いや、そのさっきのメロンっていうのはお水あげる、土にあげる、土にあげますねってことですよね、はい、だから土特にあの微生物環境とかを良くしてくれるってことなんですかね。そのあたりがまだ解明されてないので。そうなんですね、はい、これからあの解明していくということですね。なるほどね。いやでも分解者に活躍してもらうって非常に大事だと思ってて、うん、あの私よく言ってたのハエだって分解者だし、そうムスカはねハエの幼虫を、ね、そういうところに突っ込んで分解させてくれているわけですからね、たりするので、まあ、分解者が増えてくるような状況をそういった装置で作れるっていうのは本当に面白いですよね。そうですね、うん、そうか。そして分解者が増えると結果水がきれいになっていくっていう、はい、いい循環ですね、うん、非常に、うん、なるほどね。深海ビジネスっていう前テーマであの扱ってお話聞いた時はなんか深海ってビジネスするの結構難しいんだよねみたいなお話されてたのが印象的で、なんかとはいえ水も結構密接に関わってるじゃないですか。なんかこっから難しさみたいなのってどういうところに出てくるんですか？やっぱり水って非常にこう、土地地域によって全然この違うんですよね。先週も伺ってそう思いました、うん、課題が全然違いますよね。そう、課題が全然違うので、本当にこう先進国の水問題もあれば、この新興国だったらば、まあ、日本の水道が役に立てるかなみたいな部分もあるし、うん、開発途上国だったら日本の水道持ってても全然そんなの持って高いもの持ってきてみたいな感じになってしまうので、この適材適所の技術を持っていくっていうのが非常に難しい。逆に日本の人って意外と自分たちの技術が素晴らしいからこの技術をアダプトさせるんだっていう発想がすごく強い。我々の日本の最高の技術を使えば、ね、世界でこれがお役に立つはずだと、どんどん使ってくださいと。ところが全然ハマらないと。そうなんですね、ハマるところもあるんだけれどもハマらないところが意外と多いんじゃないのっていうところですね。やっぱ現地の事情を分かってないで やるからっていうことですね。そうですね、やっぱり現地に根付かせるっていうのがとても大事なので、で水って何年も使っていくもんじゃないですか、はい、なので瞬間的にいいもの来たぞっていうので終わってしまうケースが非常に多いので、やっぱりそこで教育とかも大事になってくるんだなと思いますね。リゴさんどうですか今橋本さんさっき話聞いて苦笑されてましたけど。ものづくりのね日本のすごく誇り高いなっていうのをすごく、まあ、いい面と悪い面と両方ある中でちょっと悪い面が垣間見えたんだなと思って、うん、ちょっとそう思ってたんですけど、でもなんかその日本の技術だけじゃなく幅広く技術を選択できる情報をしっかり渡してあげたいなっていうふうに思いますよね。その選択ができさえするとソリューションは今あるってことですよね。あるんですね。あとはお金がないっていうのはあるけれども、あとはその政策の中にこの水の問題と気候変動の問題っていうのが真ん中にあるわけではないですね、はい、なのであとは政策の中でこの気候変動の担当者と
この水の担当者っていうのが別にやってることって結構あるんですよ。それはいろんな国でっていうことですね。いろんな国でですね、はい、だからここをこううまく結びつけながらやっていくってとても大事で、気候変動の予算があっても別に水インフラに使われるわけじゃないんですよ。なるほど。でも水インフラがあれば気候変動に適応できる可能性が高いんですよね。なるほど。で、水インフラがないところは洪水になった後ずっと水が引かないとか、汚れた水しかないみたいな状況になっちゃうんですけども、日本でこれだけこう大きな豪雨災害とかに見舞われながら比較的レジリエンスを保てているのは水インフラがあるからなんですよね。まあ、こういったことでやっぱり気候変動の予算を使って水インフラを整備するっていうことが開発途上国においても重要なんじゃないかなと思いますね。これだからやっぱりで先週もこの話出ましたけど、日本もでもその水の問題と本当は全部つながってるはずなのに、結局国全体での水の取り組みが難しくなってるっていう話があったんですけど、はい、それは他の国でも同じで、やっぱり気候変動と水ってつながってるはずなのに、そこはやっぱりどうしても分けちゃうから、はい、結果として全体が水って、ここがやっぱり一番大事なんですね。全体で解決するっていう。そうですね。僕は流域だと思ってるんですよ。流域、はい、いろんなサスティナブルとか SDGs とかっていうことが、いろんな政策がこう行われたり、うん、アクションが行われてるけども、はい、どのフィールドでやるのっていう議論ってあんまりないんですよね。そのなんとなく国でやるとか、うん、地域でやる、どこなのっていうことがあまり議論されてないんですよ。場所の方が大事だっていうことです。僕は流域っていうフィールドの中でそれをやっていった方がいいんじゃないかと。流域っていうのは山に降った雨が一箇所に集まって海に注いでるっていう、この一連のエリアなんですよ。なるほどなるほどなるほど。で、日本でいうと江戸時代の藩は比較的流域に似てるんですよ。なるほど。そうするとそれを水マネージメントをしながら、例えば食料をその中で自給していくとか、エネルギーを最大限そこで自給するとか、森林を管理するとかって、うん、流域っていうフィールドの中で考えると、そうか、非常に合理性が高いと思う。そもそもだってね、文明って水辺で生まれてるわけですから、はい、だからやっぱりその水全体を管理できるってやっぱり一番大事で、はい、だけどだんだんそれが何かかで分割されちゃったわけですね。そうですね。今後はやっぱり流域で上流部を保全するってすごく重要になってくると思うんですね。下流に住んでる都市民は上流のことはあんまり気にしないで住んでるかもしれないけども、実は流域の森がしっかりしていれば都市に流れてくる洪水の量は減るんですよ。やっぱりメコン流域、ナイル流域、国際河川ですよ。日本は国際河川がないから両輪別の国があって、そこの水利用が自分の国の影響を受けるっていう経験がないので、確かに、この問題について非常に無頓着。うん、戦国時代になる前は上流部の武将と下流部の武将っていうのは違うから、下流の武将は上流を整備したくてもできないわけですね。うんうん、でもこれが戦国時代で領主が力を拡大することによって流域ぐらいの単位まで領土を広げられて、これによって国高が上がったんですよ。なるほど。ここのメリットよくよく考えた方がいいと思います。武田信玄が結構あれ、今の甲斐の山梨じゃないですか、はい、あれ結構よくずっと長野の方攻めてるじゃないですか、あれって流域を抑えたかったみたいな、そうなんですよね。一流域を丸ごとやると、はい、上流から下流まで管理できると、その一体的に管理するメリットって非常にあるんですよね。なるほど。だってあの人ほら、それこそ信玄堤とか、はい、堤防とか作ってるから、もう戦国大名って必ずもう治水の天才が懐刀にいるんですよね。でそういう人がやっぱり国高を伸ばしていく。めちゃめちゃ面白い。面白い。歴史ともつながるんですね。龍郷さん、橋本さん、ありがとうございました。いやー、たがえみちゃん、今週もお二人の話本当面白かったね。はい、あとは地域ではなくて流域として捉えるということがすごく大事なんだなということがよくわかりました、ね、やっぱり流域という単位が大事で、だけど今の日本や世界の行政や国の単位はその流域にまたがっちゃうからこそ、いろいろな、まあ、いさかいや争いも起きてしまうと。なかなか難しいことだけど、流域単位でいろんなことを見ていくのが大事だっていうのは本当に気づかされたよね。はい、あ、そうだ、
加賀恵美ちゃん、今度は砂をテーマにしてみようよ。砂ですか、うん、公園にあるあの、うんうん、でもなんでまた。いやほらなんかね、砂も水と同じように身近な資源で建設資材とかにも使えるんだけど、東南アジアでは盗まれるほど課題を抱えてたりするらしいんだよね。あ、タガエミちゃん、他に砂といえば何を思い浮かべる？甲子園の砂、うんうん、猫の砂、うんうん、砂風呂とか、うん、まあまあそれもそうなんだけど他にあるよね、他に。砂茶。おー、きたー、砂ちゃん喜べ。タガエミちゃんは君のことを忘れてはいないぞ。砂茶色って言うんですかね、砂漠の色のことなんですけど。うん、それもあるね。そこまで来てなぜ砂ちゃんが出てこない。うん、まじゃあよし、はい、じゃあ今日は上がっていいよ。はい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様。はあ、今度本当に砂をテーマにしてみてもいいかな。新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは、今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされ、イノベーションの種が生まれています。浜カフェではあなたの声やご感想も募集しています。ツイッターのハッシュタグは浜カフェ、浜は漢字、カフェはカタカナです。また今週の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聞きいただけるほか、 YouTube やポッドキャスト、Spotify でも過去の放送を配信中です。こちらもお聞きください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、水ビジネスは世界に何をもたらすのか、出演は常連さん、スパイスファクトリー株式会社取締役 CSO 龍郷彩乃、お客様水ジャーナリスト橋本淳二、見習い店員田原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授入山明恵でした。